おはようございます。どうも、なおちんです。今日も妖怪ウォッチプニプニやっていきます。はい、今日はね、ついに来ましたな、来ましたな。これガチャでラストティーラインのピックアップ、これを待ってた、これを待ってた。で、フレンドの皆さん、まあ、25人全部埋まってんだけども、ありがとう、本当にありがとう。俺ね、全く活躍しなかったんだけど、エルゼ取れました、ありがとうございます。本当にすごいね。俺なんかダメージ3000ぐらいが上限でね、出せないんだけど、なんかすごい人ね、6万とかダメージ与えてるもんね。すっげえ。6万言い過ぎかな。まあまあ、でも何万っていうダメージ与えれるみたいで、すごい。ありがとう、本当に。まあとりあえずね、今日は、ラストティーライン、狙います。狙う。うん。ここで出せば、今回の、ボス倒せる。絶対倒せると思う。エルゼと、ラストティーラインがいれば、いけるっしょ。いけるっしょ。うん。なんかラストティーラインワンパンでいけるみたいに、書いてある記事も見たからね、多分いけると思うよ。よし、では行きましょう。 Y ポイント結構貯めた、2500ね、40連いける。できれば30連で止めて、レベルアップにね、使いたいのよ。なんで行きましょう。怖い。よし、行くぞ。行きます。ちょっとね、このガチャの引き方、これを、普通じゃないような感じに行きましょう。これナオチン引きというね、やつで、ちょっと考えてみたんだけども、行くよ。ナオチン引き行きます。なんかこれやばくない？っていうか、ナオチン引きかっこ悪いけどいいか。この、イメージとしてはこれブリー隊長ね。ブリー隊長のポーズをイメージしてる。金じゃなかった。全部いくね、全部開けるね。もうひっどい、ほんとひっどいよこれ。いや、ひっどい。いや、なんか受け入れがたい。これ、よ、4500ポイントだよ。レベルアップしてた方がマシじゃん。まあいいか。20連目いきます。もうね、ほぼ無課金でここまで貯めるのなかなか難しいからね。いくよ、いきます。どうだ。なんかウィスパーなんか変なこと言ってない？あ、よし、金来たよ。これで見てみようっていうか、ナオチン引き出さい、いいか。押すね、左の方から行きます。来い。何が来る？まあまあ初めてのやつだったけど、真ん中行きます。お願いします。もう嘘。いやー、ちょっとなんかドキドキしてきた。いや、ラストディーラーいないと勝てないんだ。いや、全部開けます。ラストディーラーいないと勝てないんだよ、お願いだ。出てない。もうよし、30連目いきます。行く、ナオチン引きで行くよ。ウィスパー頼む。金1個。まあ行こうか。うん、まあ他の実況者なんでね、赤のとこからラストティーライン出たのも見たから、まあまあ金から出てくれるでしょう。タップ、お願い、本当お願い。何来た？バカ野郎か、もう何でもうひどい。
マジでひどい。初めてだけどさ、いらないわ。すべて開けようか、すべて開けようか。ひど。よし。どう？はあ、もう絶望やん。絶望。じゃああと1回。本当はね、30連で止めてレベルアップに使いたかったんだけど。いきます、お願いします。本当にお願い、いくよ。こいよ。よ、じゃあ忘れとった、忘れとった、忘れとった。直ちに引き忘れてた。金2つ、ここで決める、絶対決める。来いよ。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、来た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 。よっしゃ、勝った。今回のイベントは絶対勝った、間違いない。勝つ、絶対取る、絶対取るから。よし、オッケー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 。太陽の王者ラストティーライン来ました。よし、いくよ。では真ん中もちょっと開けてみようか。ここでゾディアック来たら最高だからね。紙引きお見せしましょう。ゾディアック、もう何やもうこれ、もう何これ、もう何、もう本当にもういいよ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 いい。あ、オメカオルチ初めてか。まあまあラストティーライン来たからいいよ。オッケーオッケー。じゃあ全てを開けましょう。来い。何が来る？あ、まあまあまあこんなもんでしょう。でも出たからね。オッケー。オッケーです。はい。まあ、ということでね、今日はラストティーライン40連目で出ました。できれば30連目でね出てほしかったけど、まあ、これ以外はまあひどい、まあひどい結果だったけど、はい、育てて頑張ってみます。はい。チェックをよろしくお願いします。では。